三菱グループ、三菱グループ、三菱グループ、三両英語、三菱グループは、かつての三菱財閥の流れを組む企業を中心とする、企業グループである。創業は、土佐藩が、大阪、現、土佐稲荷神社付近で経営していた、99商会。それを、土佐藩市であった、岩崎弥太郎が買い受け個人企業とした。そして99商会を、三菱商会。 現在の日本優先の前進と解消し、海運と商事を中心に事業を展開した。マークは赤いスリーダイヤ、三菱マーク、創業時の九十九商会が専記号として採用した三角美子のマークが現在のスリーダイヤマークの原型。土佐藩合子での岩崎家、家門、三海美子と土佐藩主の三内科家家門、三つかの組み合わせに由来。 後に社名を三菱と定める期限。三菱グループの中核とされる、三菱 UFJ 銀行、旧三菱銀行、三菱商事、三菱重工業の3社を、三菱グループ53社と呼ぶ。グループの主要企業、あるいは、金融会会員企業ながら、社名に、三菱がつかない企業、日本郵船、JXTG ホールディングス、明治安田生命保険、旧、 明治生命保険、東京会場、日動火災保険、旧、東京会場火災保険、AGC、旧、朝日ガラス、ニコン、キリンホールディングス、旧、キリンビール、ローソンもある。これら、三菱の名前のつかない企業は、スリーダイヤマークを使わない。三菱、スリーダイヤの商標について、旧財閥系企業グループの中で、比較的結束が強いと言われ、 一般に、組織の三菱と称される。一例としては、下記の事象が挙げられる。ただし、金曜会会員企業の中にも、ドイツのダイムラーがほぼ90%の株式を保有している三菱不走トラックバスや、合併前の三菱石油出身者から一人も、役員が出ていない JXTG ホールディング、合併先の日本石油と、 その後新たに合併した新日光ホールディングスの2社の出身者が会長、社長、及び役員を分け合う体制となっている。そして2017年4月1日に当年ゼネラル石油と経営統合し JXTG ホールディングスが発足したが、やはり当年ゼネラル出身者に一部の役員席が回されただけとなっているのようにグループとの結びつきが極めて希薄な企業も 含まれている。JXTG ホールディングスの筆頭株主は三井、住友系の日本トラスティサービス信託銀行であるが、三菱系の所有株式数の割合は10.21%で、三井住友系の所有株式数の割合は10.1%で、あり、わずかではあるが、三菱系が上回っている。財閥時代から、三菱は岩崎家一個のものではなく、 国家社会のための三菱であるとする考えがある。この言葉は戦後にも引き継がれ、三菱は国家なりとして、三菱グループが国家との結びつが強いことでも知られている。また、ビジネス以外の福利厚生面や広報については、施設を共有していたり、三菱系企業社員等が集まって、スポーツ大会、レガッタコーラス等をするなど交流を行っている。また、 ライブドアによる日本放送株の買収に際して、三菱電機が富士山系グループの支援を表明するなど、財閥、金融系以外の企業グループにも関わりを持つようになっている。一方では、三菱自動車工業の再建をめぐって、東京三菱銀行、三菱商事、三菱重工業の間で意思の相違が生じ、また、旧、明治生命保険や旧、 東京会場火災保険が同業他会社との経営統合、前社は安田生命保険と合併し、明治安田生命保険に、後社は日動火災会場保険と合併し、東京会場日動火災保険に社名変更でグループから自立の動きを見せている。1954年に始まった三菱金曜会略称金曜会は毎月第二金曜日。 グループ企業の会長、社長を集めて行う懇談昼食会を活動の中心としている。このほか、歴史的建造物である、岩崎矢之助本邸の維持、管理、及びグループの迎賓館、社交クラブとしての運営に当たる三菱会、東閣委員会が、グループ32社によって組織されている。ここでは、三菱金曜会の会員、27社、及び、 三菱広報委員会の会員37社を挙げる。なお、三菱金融会の会員は、三菱ケミカル以外すべてが三菱広報委員会の会員である。その他の会社は、下記の会社を中心とするグループのいずれかに属する形となる。微光欄の炎の男たち、三菱野望の奇跡242ページから245ページに基づき、 かつ、主要会社に掲載されていない会社を列記している。また、以下のリストは、三菱広報委員会加盟者である。鉛筆製造の三菱鉛筆、熊本県の広新入社が販売していた、三菱サイダーは、三菱の名前とスリーダイヤモンドの商標を、使用しているが、両者とも、三菱グループとは、一切の資本、人的関係がない。これは、 三菱グループが商標登録するよりも早くからこの商標を用いており、鉛筆が1903年、サイダーが1919 19年、三菱グループにはその使用を差し止めることが来ないためである。他にも香川県高松市の三菱クリーンサービス、文房具卸売業の三菱文具など、グループ外で三菱を名乗る企業も一部存在する。いずれもスリーダイヤは使用していない。なお、 2010年8月には大阪府門真市の三菱タクシーが未来とタクシーに改称した。また、北海道札幌市にはこれまた三菱鉛筆や三菱サイダー同様、スリーダイヤを車掌に用いた三菱グループ外の LP ガスの販売を行う株式会社ヒシトモという企業がある。三菱グループで三菱が社名につく会社の一覧も参照のこと。 この一覧表はグループ内で三菱がつく会社を子会社、孫会社等海外合弁会社に至るまでもれなく表示している。つまりこの表にない三菱がつく企業はグループ外である。一方、三菱グループの中にはスリーダイヤマークを使用しない企業がある。三菱 UFJ 銀行や JX グループのような非三菱グループと合併した企業や 日本郵船やキリンビール、明治安田生命保険、東京会場、日動火災保険などのように、古くから三菱、スリーダイヤとは異なる商標を用いてきた企業がそれに当たる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。